マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカート64、マリオカート64は、任天堂が発売した、マリオカートシリーズ2作目。国内で最も出荷本数の多い任天堂ンドウ64用、ゲームソフトである。発売当初の定価は、ツートンカラーのコントローラーブロスと、セットで9800円であった。2007年1月30日からは、Wii のバーチャルコンソールで、 2016年1月6日からは Wii U のバーチャルコンソールによる配信が開始された。歌唱はスーパーマリオカート R。前作のスーパーマリオカートと同じくマリオシリーズのキャラクターたちがカートに乗ってレースやバトルを行う。コースが 3D になり立体的で迫力のあるレースができるようになった。また対戦人数の上限が2人から4人へと増加した。 本作では、スピードアップの効果のあるコインが廃止された。コインは次回作のマリオカートアドバンスで再登場する。日本国外版では、大半の声優が変更されており、アナウンサーもマリオの声に差し替えられている。また、看板の文字も変更されている。レース中に C ボタンユニットの上下を押すことによって、カメラの視点を変えることができる。 前作のマリオカート GP に相当。8台のカートで競争を行い、コースごとの結果を積み重ねて総合優勝を目指す1から2人用のモード。本作から 150cc が最初から選択可能になった。150cc クラスを制覇するとタイトル画面などの背景が変わり、さらにコースが左右逆転するおまけが追加される。ダブルダッシュ以降の ミラーに相当するが、本作のみ、排気量は 100cc となっている。常に上位に入ってくる、ライバルキャラクターが、ランダムで2名選ばれる。前作と同様、アイテムボックスの通過に関係なくアイテムを使うが、コム専用のアイテムは廃止され、全キャラ共通でバナナ、偽物アイテムスター、サンダー・テレサのいずれかを、ランダムで使用する。 プレイヤーの前後以外でもアイテムを使用することがあり、周回するといつの間にかバナナ、偽物アイテムが置かれていることもある。コムのおややコースアウトの復帰が異常に早い。特に1位になっているライバルキャラクター以外のコムとの距離が離れた場合、アイテムを駆使しても距離が縮まらないことがある。また、プレイヤーの視点内では正しくアイテム攻撃の効果を受けるが、 プレイヤーの視点外では一部アイテム攻撃や障害物の効果を正しく受けないことが多い。視点内でも遠くで攻撃を受けている場合は赤のコーラ等の攻撃を受けても戦術の一旦停止だけになっているのを遠目で確認できる。ゴールした時の順位が4位以内なら次のコースへ進めるが5位以下だと失格となりそのコースをやり直しになる。二人プレイの場合は 片方が4位以内であれば、次のコースへ進める。本作では、リトライの回数制限が廃止された代わりに、完走前のリトライはできなくなっている。プレイヤーが次のコースへ進むたびに、上位4人のドライバーへ、ドライバーズポイントが加算され、プレイヤーが最終コースを4位以内でゴールした時点で、最終コースのドライバーズポイントを加算した、総合成績を競う。 総合成績発表は表彰式となり、総合成績3位以内であれば、トロフィーも贈呈されて、データに記録されるが、4位以下だった場合はボム兵の爆発に巻き込まれる。150cc に手急ハンドルを繰り返すと、スリップするが、バナナと同様スリップ直前にブレーキをかけると回避できる。コースを1台のみで走行し、いかに早くゴールできるかを目指す一人用のモード。 排気量は前作同様 100cc だが本作からトリプルキノコを所持している状態でレースが開始するようになった。乾燥すると直前の走行の様子をビデオ再生するリプレイコマンドが現れる。また、コースアウトや障害物への衝突などミスをせずに乾燥した場合はその走り方をそっくり再現するゴーストが次回のタイムアタックから出現する。 コントローラーパックを利用するとゴーストのデータを一つだけ保存することが可能。ただしバーチャルコンソール版はコントローラーパックの機能に対応していないためゴーストを保存することができない。前作の VS マッチレースに相当。一つのコースを走り一番先にゴールすることを目指す2から4人用のモード。本作からマリオ GP と同様に排気量を選択できるように なった。レース中は妨害キャラクターの爆弾ミニカーがコース内に停止もしくは狭い範囲を往来しており、激突するとクラッシュする。3人もしくは4人で対戦する場合、処理場の問題でコースの BGM や一部効果音がカットされる。また、フレームレートが異なり、スピードが速くなったように見える場合もある。これはバトルも同様、前作のバトルゲームに相当。 アイテムを使用した攻撃そのもので勝敗を競う2から4人用のモード。コースも専用のものを使用し4種類から選択する。前作と同様、自分のカートについている3個の風船がなくなったら脱落。風船はアイテム攻撃を受けた場合だけでなく、カート同士の衝突によるスピンやコースアウトでも失われる。3から4人でプレイした際、 風船をすべて失ったプレイヤーは、残りプレイヤーが2人以上いる場合であれば、カートが爆弾ミニカーに変化する。爆弾ミニカーは、残っているプレイヤーに体当たりすることで一度だけ、妨害できる。前作と同様に8人の中から選択するが、のこのことドンキーコングジュニアは登場せず、代わりにワリオと2代目、ドンキーコングが追加されている。本作から、 ドライバータイプが重さごとに3種類に対別されるようになった。アドバンス以降とは性能配分が異なり、加速、最高速ともに軽量級が最も高くなっている。同じグループに属するキャラクターの性能は基本的に同じだが、重さのみ個人差がある。また、本作ではタカートや障害物に衝突しただけでスピンしてしまうことがある。 エンジン音は、マリオ、ルイージ、ピーチ、ヨッシー、ワリオ、クッパでそれぞれ同じ音が使われているが、キノピオ、ドンキーコングのみ、他のキャラクターと違うエンジン音になっている。本作からカップごとのコース数が4つになり、総コース数も20から16に減った。また、周回数が5から3に減った代わりに、前作と比べてコースが長くなった。一部のコースには、 谷底や水中が存在する。転落してもジュゲムに釣り上げられて復帰できるが、タイムロスが発生しやすい。コースアウトの各種判定が曖昧で、大半のコースで大幅なショートカットが可能なほか、コースアウトの場所によっては別の場所から復帰することがある。うちは、和製英語、英名、北米版の名称、ないはそのコースが再収録された作品。 前作とは違い最初から選択可能。また、本作から 50cc でもプレイできるようになった。本作のパトルコースの BGM は、ビッグドーナッツと、マテンローはバトル専用のもの、ブロックトリデと、ダブルデッキは、チョコマウンテンと、同じものが使用されている。前作にあった、コインと、羽の代わりに、偽物アイテム、パワフルキノコ、トゲゾウのコーラが初登場。 一度に複数使えるアイテムも追加された。本作からコース上に置いてある虹色の箱、アイテムボックスから手に入れる仕様に変更された。前作のアイテムプレートが地面に埋まっていて原則的に1枚に月1回しか使えなかったのに対し、本作からは取得しても直後に新しいボックスが追加されるため、同じ場所で何度でもアイテムを取れるようになっている。ただし、今回からは、 コムもボックスを破壊するようになり、デッドヒートなどでボックスを取れないケースが発生しやすい。コース自体が長くなったことと、アイテムボックスが一周の間に、いくつも配置されているため、アイテム入手のチャンスが増えて逆転しやすくなった。買いほど良いアイテムが手に入るのも、前作と同様だが、その傾向は、さらに強くなっている。前作に引き続き、本作のディレクターは、 本野秀樹が務めた。一方で、宮本茂げら前作の開発チームの大半は、本作と並行して開発されていた、スーパーマリオ64に流れてしまったため、別の部署が応援という形で参加したと、今野は社長が聞くで振り返っている。また、本作で初めて 3D が取り入れられたものの、今野はあまり 3D に詳しくなかったため苦労したと、 前述の対談の中で振り返っている。64というハードにおいて、キャラクターを 3D で表現すると処理が重くなるため、同時に8人の 3D キャラクターを画面上に表示させるということはできず、その代わりに様々なアングルから描いた絵を事前に用意し、それをアニメーションのように平面で表現するビルボードという手法が取られた。当初はドンキーコングではなく、 カメックがプレイヤーキャラクターとして登場する予定だった。カメックはその後も四半世紀近くにわたりマリオカートシリーズの操作キャラクターとしての機会がなく2021年8月に配信されたスマートフォン向けゲームのマリオカートツアーにてようやくプレイヤーキャラクターとして登場した。ありがとうございます。